こないだ親父が物置の整理をしててね、一日中漁ってたかと思ったら、夕方今にガラクタの山を積み上げて昔を懐かしんでいた。古着やらレコードやら陶人形やら、ふと一枚の写真が目についた。そこにはソファーに座った若かりし頃の親父と若い白人女性が写っていた。親父は痩せていて、当時の流行りなのか、中途半端に長い髪がおかしい。女の方は、やや顎がたるんでいるが、まあ美人の範疇だ。写真について聞くと、大学三年生の夏に、ヨーロッパを放浪した時のものだと話してくれた。この子については、未だによくわからないことがあるんだよ。親父は意味ありげに言った。気味が悪い話でな。何何？怖い話？ああ。ヨーロッパに来て、一ヶ月半くらい経った頃だった。俺は北欧に足を伸ばした。フィンランドだ。まず首都のヘルシンキに行ったが、物価が高くて早々に出た。そして、北部のラップランドと呼ばれる地帯へと向かったんだ。地名は忘れたが、小さな町に3日ほど滞在した。都会よりは物価も安かったし、日本人が来たのは初めてらしく歓迎してくれた。地元新聞に記事まで載ったのには驚いたよ。それに味を占めてね、今度は西部の田舎へ行った。海沿いの町だった。そこでもやはり日本人は珍しくて、いろいろと質問攻めにあったりしたんだ。中でも泊まったホテルのウェイトレスをしていた女の子が、日本に興味津々でね、大学で東洋の文化を研究しているとかで、その子は夏休み中ホテルに住み込みで働いてるそうで、仕事が引けてからおしゃべりしたりしていたんだ。片言の英語でも結構通じるもんだ。正直下心もあった。と言ってもナンパなんてしたことないから、自然とそんな雰囲気になればいいなと、なんて虫のいいことを考えていた。そのために無理して、1週間くらい滞在しようかとまで思った。アホだよな。それで3日目の夜、その日も夕食後、しばしロビーで彼女と話した後、部屋へと戻った。いつもは割とすぐ寝てしまうんだが、その日はなぜか寝つけなくて、ベッドに入ったままだらだらと時を過ごしていたんだ。不意に声がした。甲高い悲鳴のような女の声だ。おう、おう、というような。俺はぎょっとして時計を見た。夜中の2時半。カーテンをめくって外を見た。フィンランドは夜中でも比較的明るいんだが、街の人は夜更かししないので、いつも人気はない。ホテルの前は広場になっていて、敷き詰められた石畳が美しい模様を作り出している。俺は広場を見回した。だが、悲鳴を上げた人物は見当たらない。窓を開けて左手の道を見た。かすかに人影が見える。どうやらこちらへ来ているようだ。そしてまた悲鳴が聞こえた。さっきよりも大きく、体の隅々まで行き渡るような不快な声だった。こちらへ向かう人影の速度が速くなった。俺は慌てて窓を閉めた。でもカーテンの影から外を見るのはやめなかった。悲鳴はひっきりなしに聞こえてくる。もはや悲鳴というより泣き声のようだった。かなりうるさいのだが、周りの家からは誰も外には出てこず、明かりすらつかない。そして、不快な声の中、ついに人影が広場に入ってきた。それは、ネグリジェを着た女だった。やたらと首を振り、ブルネットの長髪を振り乱しながら、広場を駆けずり回っている。それは異様な光景だった。思わず俺はそれに見入っていた。あの女は何なのか。
なぜ誰も出てこないのか。まさかこの世のものではないのか。ふと女が立ち止まった。広場のど真ん中、いつの間にか静寂が支配している。やばい、強烈な寒気が襲ってきた。俺は身を引いてベッドに戻った。毛布を引き上げた瞬間、ノックの音が聞こえた。俺は飛び上がりそうになった。夜中に誰が訪ねてきたんだ。ぐずぐずしていたらまたノック。そう強くはないが、はっきりと聞こえた。恐る恐る覗き穴で確認したら、彼女だった。何を死にとか考える余裕もなく、ドアを開けた。彼女は何やら切羽詰まった様子で、俺の襟首を掴んで引き寄せ、耳元で囁いた。決して外を見ないで、静かにしていて。そして、あっという間に出て行った。俺はあっけに取られて、しばらくドアの前に立ち尽くしていった。と、背後から絶叫が聞こえてきた。体が跳ねて思わず声が漏れた。一足飛びにベッドへ戻り、毛布にくるまる。絶叫は止まない。まるでこの部屋をピンポイントで狙っているかのようだ。しかも、心なしかだんだん近づいているように聞こえる。ここ、5階なのに。2階、3階、4階。とうとう窓のすぐ外から、バンバンバン、バンバンバン。俺は気絶した。翌朝は寝坊した。あんなことがあった割には、目覚めは悪くなく、顔を洗うとさっぱりして、悪い夢を見ただけだと思えた。人の少ないレストランで朝食をとっていたら、彼女が水を注ぎに来た。昨夜とは打って変わってとびきりの笑顔だった。昨日のことを聞こうとしたが、笑みを浮かべたまま言ってしまった。後ろ姿を見ながら首をかしげて、向き直ると、コップの横に小さく折りたたんだ紙片が置かれている。これはもしや、ラブレター？紙片をポケットに入れ、急いで食事を済ませると部屋へ戻った。ドキドキしながら紙を広げる。あなた、生贄にされる。早く逃げて。なんだこれは。意味がわからない。なんで生贄にされなきゃならないのか。頭が混乱した。彼女に聞かなければと立ち上がったら、ノックがした。ホテルのご主人だった。気のいいおっさんだ。手塚治虫の漫画に出てくるひげ親父に似ている。あんた、バツバツ日まで滞在の予定だったな。お、はい。もう少しおらんか。わしらももっと日本のことを聞きたいし、安くするから。ウェイトレスもそうしてほしいと言っとるぞ。はっとした。いえ、せっかくですが、もう出発しなくちゃいけなくなりました。その、友達と合流する約束をしていたのを忘れていましてね。ご主人は残念そうに引き止めたが、重ねて断ると案外あっさりと申し出を引っ込めた。俺はすぐに荷物をまとめると、早々と午前中にホテルを出た。彼女に一言別れを告げたかったが、見当たらなかった。ロビーにも通りにも人影はまばらで、それなのにやたらと視線を感じた。その日のうちにすぐにフィンランドを出た。今思い返してもよくわからん出来事だったな。その後デンマークで知り合ったフィンランド人に話してみたんだが、彼も説明がつかないようだった。担がれたんだろうなんて言われたが、田舎の人がそんなことするとは思えない。叫んでる女が地方に伝わる化け物で、現れたら必ず生贄を捧げなきゃいけないとか？俺も似たようなことを考えたが、そのフィンランド人は、そんな化け物の伝説は聞いたことがないと言っていた。親父は写真をじっと眺めていた。
話はそれで終わりだ。あ、女の顔は見たの？いや、不思議と顔の記憶はない。親父は写真から目を離して俺を見た。不思議といえばこの彼女、ホテルのウェイトレスのこの子ね。どうしても名前を思い出せないんだよ。聞かなかったはずはないんだがね。